わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は崇城大学芸術学部の卒業制作展を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。熊本県立美術館本館で開かれた展覧会で、芸術学部の4年生と院生総勢70人が332作品を披露したぞ。今回のテーマにはどんな意味が込められておるんじゃ？テーマは、道です。一つ目の道は、まだ知らないという道と、二つ目の道は道のりの道、三つ目の道は道るの道、その三つを掛け合わせた道が今回の展覧会のテーマです。デコボコした道ですね。とはいえ本当に素敵な学生生活を送ってきました。それでは道に満ちた人生の道を歩み出す諸君の輝かしい作品を見せてもらおう。春をテーマに温かみのある作品にしました。4年間の学びと自分の成長を照らし合わせて自画像の方も制作をしております。今回春ということで初めて暖色の色に挑戦をしました。その中で大変だったこともたくさんあるんですけど、自分なりにこう4年間の学びを全て出し切れたかなと思います。大学院に進学をするのでまた2年間学ぶことになるんですけれども、またこう自分の表現を広げられたらいいかなと思っています。私は日頃から非日常っていうのをテーマに制作しているんですけど、そこで突然現れて突然消えるポップアップストアっていうものが自分のその非日常っていうテーマとつながってるなっていうふうに思ったので、今回はポップアップストアっていうものをコンセプトに制作しました。茶色とかオレンジとか黄色とかっていうのを中心に使ってるんですけど、全体的にまとまりがあるように結構色味も気をつけて制作しました。今後の目標は死ぬまで制作を続けたいなと思っているので、卒業後もずっと制作をしていきたいと思ってます。それぞれの思いを形にした個性あふれる絵じゃったの。次はどんな作品じゃ？テーマにしたのが一人暮らし向けの食器と収納のデザインになります。でこちらがですね、キッチンのスペースをより広く確保したくて作ったもので、キッチンの釣り棚の調査を行って一人暮らしの大学生にアンケートを取ったんですけど、釣り棚があるお家が多かったのでこちらのスペースを活用しました。一人暮らしどうしてもキッチンが狭いところが多いので、こちらを広く取れるようにして、食器も一緒にデザインすることによってコンパクトでまとめられて、またシンプルで食事を華やかにするようなデザインを心がけました。目に見えない概念を写真で表現するという研究を取り組んでいます。で今回の作品では石膏で複製、写真で複写という2つの特徴を用いて、現実世界のオリジナルから遠ざけてあげることで概念に近づけるというプロセスを踏んでいます。写真の特徴、真実性というのをすごく大事にしてきたので、デジタルで処理するっていうのにすごく抵抗があったので、それを受け入れるまでは少し大変な時期がありました。カメラマンとして立派になって、自分の撮りたいものをいつでも撮れるような技術を身につけて精進していけたらなと思ってます。漫画表現における魅力的なアクションとは何かというものを研究として扱ってきて、でその中でその漫画という部分に自分のテーマを落とし込んで一冊の本を作りました。でその本のタイトルなんですけど、オーバーフローというタイトルでやっていて、そのオーバーフローというのはこの4年間の中でインプットとアウトプットをあふれるように繰り返してきたことから、オーバーフローというタイトルを名付けました。でこちらのビジュアルが4年間の自分のアウトプットしたものを一つにまとめたビジュアルになります。魅力的にどうアクションを見せるかっていう部分を分析をもとに、ビジュアルとして落とし込むことを意識しました。今後の目標はやっぱり漫画家としてデビューすることですね。崇城大学はこれからも芸術の道を歩む全ての若者たちを応援しておるぞ。